ボナパルティズムとは、本来の意味は、ナポレオン・ボナパルトによるフランス第一帝政の崩壊以後に活発化した政治運動で、国民の支持でフランスの支配者に選ばれたナポレオンとその一族を再びフランス皇帝に据えようとする運動を指す。ボナパルト消し自社たちは、ボナパルティストと呼ばれる。より広い意味では、革命運動を強権でもって弾圧しようとする、権威主義的。 反動的な運動一般のことを指す。ボナパルティズムの思想は、フランス革命の打ち立てた原則を、ナポレオンの訂正支配に合うように適用しようという、ものである。ブルメールのクーデターを企てた人々は、共和制ローマで強力な支配を打ち立てた、ユリウスカイサルを理想とし、革命後のフランスに秩序と国家の栄光をもたらす。 ために、カリスマ性が高く軍人や国民に人気の高いナポレオン・ボナパルトを担ぎ上げ、クーデター続きの総裁政府を倒して、失勢政,政府を立て、ナポレオンを第一婚するとした。対外的には、軍事的勝利を収め、内政面では、政治、経済、宗教上の安定をもたらしたナポレオンは、フランス革命を否定せず、 革命の先駆者たちを信奉し敬意を払ったが、その政治体制は独裁的であり、直接かつ個人的な支配をフランスに貫徹させようとした。応答派の相次ぐテロの中で、その独裁色は強まり、やがて軍人や自作の小規模ブルジョアジーを中心とするフランス革命の継続を支持する国民からの人気を背景に国民投票によりナポレオンは皇帝に即位した。 第一帝政崩壊後のボナパルティストの思想は、このナポレオン時代の実践を基礎とする。応答派のように、革命前のアンシャンレジームに戻すことを支持せず、さりとて、革命直後のジャコバン派による恐怖政治に戻ることも良しとせず、自由や法の下の平等などといったフランス革命の肯定的な部分を維持しつつ、 国民の支持により選ばれた皇帝による強力な秩序を必要とし、能力の優れたエリートを集めて、中央集権的な政府を作り、フランスの栄光を内外に実現させることが、その主張である。第一帝正や第二帝正のシンボルとして、孔子、自己犠牲、社会への忠誠などを象徴するミツバチが使われた。ボナパルティストには、 ナポレオン一世が失脚直後から100日天下、そしてセントヘレナトールザイとナポレオンが生存していた頃のナポレオン支持者も含める。ナポレオン支持者はナポレオン戦争終息後、復興成果のフランスで王党派からの迫害を受けた。ルザイとなってもナポレオン支持者の福井の策謀があったが、ナポレオンは福井を拒んだ。ボナパルティズム運動の実質は、 ナポレオン一世の死後から指導する。運動の初期は、ナポレオン一世の着手で、ローマ王だったナポレオン二世の擁立に向けられたが、1832年に死去したため、ナポレオン一世の弟、ルイ・ボナパルトの子ルイ・ナポレオン・ボナパルトを創始として、仰いだ。ルイ・ナポレオンは1840年、7月王世紀のフランスでクーデターを起こしたが、この時は失敗した。 この運動は、第二共和制下でのルイ・ナポレオンの大統領就任、クーデターを経て、1852年の第二帝政、成立に結実した。第二帝政崩壊後の第三共和制下では、ボナパルティストは、ナポレオン三世の皇太子であった、ナポレオン・ジェーヌ・ルイ・ボナパルトに望みをかけたが、同じような保守派でも、立憲君主制を施行し、人民主権や、 自然権は認めるオルレアン家のルイ・フィリップ一世の一族を推すオルレアニストや革命も訂正も否定しアンシャンレジームへの復帰を求めシャルル十世の直系その断絶後はスペインブルボン家の王族を推すレジティミストと競合することになった自由主義者からはレジティミストのような極端な応答派は嫌をされたがその一方でボナパルティストも民主主義を標榜しながら 結局は、政治的自由を抑圧する独裁体制を正当化するものとみなされた。1879年のナポレオン・ジェーヌ・ルイの死後は、ボナパルト家支持者という意味でのボナパルティズムは有力な政治運動ではなくなっている。ただこの協議においてのボナパルティズムは20世紀まで、続き、特にナポレオンの記事、コルシカ島の各市の市長にはボナパルト派と呼ばれる。 人物が存在していた。より広い意味では、革命運動を強権でもって弾圧しようとする、権威主義的、反動的な運動一般のことを指す。ボナパルティズムという用語を最初に、この意味で用いたのは、フランス第二帝政の成立を同時大臣として、目撃し、これを批判したカール・マルクスであった。マルクスは、第二帝政やナポレオン三世に対し、 歴史的な大事件や重要人物はすべて、言うならば二度繰り返されるとヘーゲルはどこかで指摘したが、彼は以下のことを付け加えるのを忘れている。一度目は悲劇だが、二度目は茶番劇だということを、マルクス、ルイボナパルトのブリメール18日第一部冒頭と、辛辣な評価を下している。以後、発展段階主観的な視点に立つ者にとっては、 勃興するプロレタリアートと旧来の支配的勢力たるブルジョアジーとの間で勢力均衡が生じ、いずれもが国家体制に対するヘゲモニーを握れない状況下でその双方に対して自律的な強権を振るう自作農民など中間層を基盤に持つ権威主義的な国家権力が一時的に発生する現象とボナパルティズムを普遍化して解釈するようになった。その意味では ブルジョは国家の最終段階とされるが、実際はブルジョアジーの上昇期に出現し、人民投票や普通選挙など民主主義要因を含む独裁性という得意な近代の権力形態の一つである。ソ連時代のロシアでは、より単純に軍事力によって共産主義体制の転覆を目指す活動全般を指していた。スターリン時代には、ミハイル・トゥハチェフスキー、 ゲオレディー・ジュー・コフラ、有力で巧妙な赤軍の指導者、軍事英雄たちが、ボナパルティストとして、槍玉に挙げられた。生来、猜疑心の強いスターリンは、赤軍内部に、多数のボナパルティストが潜伏しているものと、堅くなに信じ込み、そのことが、赤軍大粛清の原因にもなった。今日では、ボナパルティズムはあくまで近代フランス史上の、 特定状況下で発生した現象として分析されるようになっている。しかし、マルキシズムの系譜を引く政治思想に基づいて革新運動を行う団体や個人は、しばしば今日でも当政の国家権力による強権発動と彼らがみなした現象をプロレタリアートとブルジョアジーの均衡状況が発生したが、ゆえの一時的な現象と解釈する。 そして、プロレタリアアートの権力掌握に向けて、直ちに克服すべき性格の国家権力が出現したとして、権力批判のプロパガンダに対応する傾向がある。なお、古典的な意味では、ドイツ帝国のビルヘルム一世とビスマルクの二等政治も、ボナパルティズムに分類される。ありがとうございます。